2004年には J1 昇格を経験し、2007年からはゲームキャプテンを務め、司令塔としてもチームを牽引。2010年にはチームキャプテンとなり、新潟の早口選手として、存在感だけではなく、アグレッシブなプレーで多くのサポーターに愛され続けています。2014年の栃木 SC への移籍後、今季再び新潟でプレーし、新潟、栃木と多くの実績を残しましたが、今シーズン最後に現役を引退することを発表しました。
いいのかな。Thank you.